株式会社メガポート放送は東京都千代田区にかつて存在した BS 統計110度 CS 委託放送事業者2005年10月1日に日本 BS 放送に吸収合併された本項目では株式会社メガポート放送の BS デジタルデータ放送メガポートについても解説するメガポート放送は角川書店及び 毎日新聞社系列の BS デジタルのデータ、専門委託放送事業者、統計110度 CS 委託放送事業者として設立され、代表取締役社長には、毎日新聞社取締役で、電波、メディア担当、事業担当の竹内孝二が、取締役会長には角川、書店代表取締役社長の角川つぐひこが、就任した。1999年頃から、 毎日新聞社などによる BS デジタルのデータ放送への参入が計画されていた。当初は株式会社日本データ放送の社名で BS デジタル放送のデータ放送に係る委託放送業務の申請を行ったが申請者の中に日本データ放送株式会社という他の会社が存在したため現社名に変更した経緯がある。2005年12月1日から 予備衛星である BSAT-1B を利用して BS データ放送のメガポートなどを開局し、双方向性を生かしたアンケートデータ収集型サービスやクイズ型サービスなどを行っていた。また、開局当初はオンライン決済サービスも開始する予定であった。一方、2002年有料放送として統計百1度 CS 放送も開始し、大当たり CH、 CS 教育テレビなど複数のチャンネルを開局した。当初の事業計画では5年で単年黒字、7年で累積債務一層、2004年度で広告が9億円、その他ダウンロード収入などで3億円、合わせて12億円の売上と想定していたが年間で7から9億円の経常損失を抱えることとなり厳しい経営状態となった。 2004年4月、総務省に対して、放送免許の再申請を行い、CS デジタル放送において、データ放送の代わりに、標準テレビジョン放送を行う内容の認可を受けた。これに伴って、同年8月末に CS デジタルで行っていた、データ放送を終了した。これらに代わり2004年11月12日から、ワウワウデジタルプラスをプラットフォームとして株主である。 角川ホールディングスの制作した映画を中心に放送するシネマ080とスカバーで放送中の以後、将棋チャンネルを放送していた。しかし、経営状態の悪化が続き、毎日新聞社が資金が尽きることを懸念し2005年には免許を返上。2005年10月1日付で日本 BS 放送と合併し、9月30日で、 BS908CH を除く BSCS 全チャンネルの放送を終了した。BS デジタル放送から撤退した事業者は2004年11月のメディアサーブに次いで2社目であった。2000年3月1日時点。出展、曲名はメガポート。曲番号は90。リモコンキー ID はデータ1。無料放送。2005年9月30日終了。 放送内容については、メガポートを参照。有料放送。メガポートはかつて、BS デジタルで放送していた、双方向データ放送チャンネル。運営事業者は株式会社メガポート放送。独立系 BS デジタルデータ放送事業者の中では、最大となる2スロットの帯域を利用し、画面の4分の1のサイズの動画を活用した番組を中心に放送していた。 放送の内容は、双方向性を利用したゲーム、視聴者の伝言版、プレゼント企画、エベックスやディズニーランドの情報番組、ニュース、ショッピング番組、健康番組など様々であった。は、双方向放送である。ありがとうございます。